めちゃくちゃ歩いちゃいけないように見えるじゃないですか。いやダメでしょ。そう、これね普通に歩けるんですよ。マジ？やばいですよねこれ。悪いことめっちゃやってる気分。そう、何にも悪くないんだけど、こっから先もね、あの職質とかされるかもしれない。別に大丈夫ですよ。あの質問されるだけだったら問題ないじゃないですか。ただ観光ですっていうだけだから。あのなんか海外旅行行った時の入国審査もなんか悪いことしてるような気分にならないですか。なんかそう言わんとしてるのは分かる。そう、ちょっと取り調べを受けてる気持ちになる。まああれとも同じ感じですね。さっきあそこに警察の人もいっぱいいたじゃないですか。でもここはまだあの割とこうまともで、駐車場とかもあるし、あのこのそばだか神社って言ったかな、この神社も まだ割となんていうかあの普通な方なんですよね、うん、でも確かこの駐車場を抜けていくんですけど、うん、この駐車場抜けて向こうの方にあの道があって、そこから空港の滑走路の中の方まで行きます。これはあれですね、あの第3ターミナルじゃないですか。で、あのもう普通にあれのジェットスターとかの飛行機のこの脇ぐらいのところまでずっとこれから先行くんですけど、右奥の方ですけどね、あのそこの壁ありますよね、あの壁沿いにずっと進む感じです。なんかそうだ、やっぱり工事してるんですね。あ、そうか、じゃあその工事の関係でちょっと道が違っちゃってるんだな今。そうか、でも行けることには行けるはず、うん、敵じゃないよ感は、うん、でもだんだんやっぱりこうやばい雰囲気というか、うん、あの案内がなくなってきてね、これ本当に普通の人が行っていいのかなみたいな。そうだそうだ、またなんかキャセイパシフィックって書いてあるな。意外とちっちゃいんだね飛行機ですか。うん、まだ意外と遠いのかもしれないですね。あ、そうか。もともと成田闘争をやってた時に、うん、つまりその土地収用に応じなかった人の家が、うん、これから先にあるんですよねまだ。でそれが空港の中に飛び地になって残ってるんで、うん、そこへアクセスするために滑走路の下とかをこう通して無理やりなんか道とかを作ってるらしいんですよ。この道はまだ多分単純に成田空港ができちゃったから、うん、そうするとこうやっぱ東西の、ね、移動がしづらくなるんで、空港をこう地下を通すための道に過ぎないと思うんですけど、うん、このトンネルを抜けたあたりからちょっと雰囲気がやばくなってきてね、例えばあの先にまだ見えないかもしれないけど、ピンク色の旗がなびいてるのとか分かりますかね。こうあれ多分ここに住んでる人 あの農地とかありますんでね、それだと思うんですよね。あとはあれですけど監視カメラね。あ、これも多分本当に監視してるんだと思うんですけど、すごいな。あ、確かにこれがもういよいよ来たなって感じですけど、そこに確かあの個人の人の家があります。この先歩道なし注意。もうこれ完全にあの誘導路って言うんですか、なんか飛行機出る前に、うん、空港の中ぐるぐる回るじゃないですか、うん、飛行機が多分もうこの後ろのここは飛行機が通るところだと思うんですよ今のところ、うん、であとはあそこであの公安の人がおまわりさんがこっち見張ってますね。確かにで多分そこにいるんだ。そうそうそう、もうすぐ目の前で多分今から無線であの2人来ましたとかいう話をそうするんじゃないかなと思うんですけど、別に悪いことしてるわけじゃないんで、ね、ここ行動だからね。そうね、そう、これとかあのなんかあるけど、あれが何なのか分かんないですけどね。奥に飛行機も見えるし、もうこれがあれですよね、多分今も人が住んでると思うんですけど、誰かの家があって、ちょっと歩道がないから気をつけなきゃいけないけど、えちょっと歩道がないから、そうそう、やりづらい。でもあんま車来ない。あ、でこれですよ、これ第三滑走路粉砕って、これ本当だ。成田闘争赤旗が前はかかってなかったんですけどね。警察だ。あ、本当だ。で向こうにもなんかその多分飛行機に向けてなんか掲げてるんですよね。 あれが何を掲げてるのかこっちから見えないんですけど、そう多分何かの意思表示をしてるのと、それからあとこれなんですけど、この指導につき見学および飛行機撮影目的による立ち入りを禁ずっていうのはね、なんかこれはどうも僕が聞いた話本当かどうか分かんないですけど、まあ、つまりこれつまり人んちなわけじゃないですか。でもこの人が建ててるんじゃなくて、なんか国かなんかその空港かなんかが建ててるらしいんですよこの看板。え？
だからその多分なんかその入られたらやっぱ困るか ら, だからその問題を起こされたくないんでここにこういうの達成っていうか、まあ、この動画別にやばいことしてるわけじゃないんですけど、ねね、あの全く普通のところを見学してるだけなんですけど、あの映ってて困ったら言ってくださいね。誰もしあるっ、ね、たら、うん、なんかパッと見た時前も僕もこっち側を映した時にこれやばいのかなと思って撮影をしなかったんですけど、あ、だからまあ調べて全然問題ないことは分かったんですよ。ただちょっとパッと見なかなかこんなのあんのって感じだからね。そうね、そう、天神、まあ入らないようにはね、もちろん当たり前ですけど、今からさっきこうキャセイパシフィックでしたっけ、着陸してきた飛行機あったじゃないですか、 あれがもうあの上をこう普通にあれなんですよね、こう動き回ってるから、あ、大きい、そうそう、結構大きいじゃないですか。だから逆に言うと、つまりもうここは成田空港のど真ん中ってことなんですよね。あれが内側をね、通ってるから。左、ああ、本当だ、またデルタ航空かな、デルタって書いてありますね。着陸のところだからね、それで部品とかその落下物よけに、なるほど、網ね。なんか雰囲気で言うとこっちの方がヤバそうな感じはするんですよね。いや、もう意味は分かんないね、なんかね、もうなんかそう、何がどうなってるのか分かんないけど、所有地により立ち入りを禁ずってあるから、こっちはあれなんですね、 NAA って書いてあるから、成田空港の敷地で、おお、こんなとこでも入っちゃいけないですね。で、逆にここだけ微妙に空港の土地なんですね、へえ、ちょっとずつちょっとずつ、あの車も多分あれですね、撮影者、これを観光に来た人ですね。あー、ちょっといけない感じするもんね。うん、そうそうなんですよ。こっから先は立ち入り禁止なんですね。あ、駐車はご遠慮くださいか、出入り口ってことはこれ、あ、でもこっから先はやっぱ立ち入り禁止って書いてありますね。あ、そう。で、ただこれね、不思議なんですよ、あそこに立ち入り禁止って書いてある、それ、おーおー、すごいすごい。それはびっくりしますね、いきなり来たら。で、こっち立ち入り禁止なんだけど、ここに田舎漬けって書いてあって、なんかラッキョウ売ってます、まあ本当に売ってるのか分かんないですけど、こういう看板が立ってるんですよね。だから、そう、立ち入り禁止なのに売ってるっていうのはよく分かんないんですけど、入ってる人がいるんだろうな、うん、多分実際には人がいるんでしょうね。もう音がやばいよ。で、この先に神社があるから、そこまでは見てった方がいいと思います。鉄塔をさらに捧げ行こう。うん、これは面白いですよ、らっきょう田舎漬け、これもこっちにもあるんですけど、どこでこれをやってるのか全然分かんなくてね、僕もこの辺までは結構歩いたんですけどね、あ、こっちは違うわ、生活居住区につき関係者以外立ち入り禁止、花が咲いてて木が植わって綺麗ですけど、真上飛行機が初めてたんだよ。飛行機の写真撮るにはいいでしょうね、ここ。そうだね、あれ、ここは入れるんですよ、すごい入っちゃいけない感じするけど、すごいするよ。鉄塔見たら、鉄塔はね、ここから 1.7 キロだそうですね。ちょっと微妙に離れてるな、やっぱり。結構ここ有名だから見に来る人も他にいるんですね。そう、これが神社なんですよ。一応お賽銭箱だけあるんですけど、もうガラガラの鈴もないし。で、なんか前はここにこうついてるなんか装置みたいなやつが人感センサーかなんかで、僕が来た時はもう普通に人に向いてて、来たらなんかそのおまわりさんが来るようにとかなってたらしいんですけど、なんか最近はちょっと警備が緩くなったみたいで、昔ほどやばい場所ではないみたいな、普通に神社ですね。これは飛行機関係の神社らしいんですけど、もともとここにあった神社らしくって、あ、そうなの？そう、だからたまたまらしいんですよね、たまたまここに飛行機が空港ができたってことで、ここね、後期2600年って、昭和15年とかなんですよ。あ、そう。そう、だからその時のやつがあるから、やっぱまあ一応それぐらいの歴史はあるってことですね。あ、こっちにも航空神社って書いてあるし、裏側に。うん、多分そう、もうちょっとあれだったんですよね、人の集まりがあったんだけど、もともと農村地帯だったみたいですね。お、来た来た、すごいすごいっすね、本当に。また来たな、何キロで近づいてた、俺に全然近づいてるけど、200キロぐらいは出てるらしいですよ、一応。マジ？
結構大きい飛行機かな今度の。こっちにめっちゃ来てる気すんもん。うん。こういう風にこんな風に飛行機が見える場所ってなかなかないんじゃないですかね。すごいですね。ここにこう遮ってその裏にあるじゃないですか。で今ザーッと落としてたのはそっちの道路を通ってる車のこの車のね、このトンネルがその壁で仕切られてるんですよね。あ、そう、ダンプもそう、多分空港の拡張工事ですかね。監視カメラじゃないですか。あ、これこっち見てください。あそこに信号機がある。何の？多分空港の敷地内専用の信号機じゃないですか。多分ほら一方通行じゃないですか、あそこだけ。だから通れるかどうかっていうので。でもすっごい監視カメラある、ね、ここはちょっとただごとじゃなさそうですね。なんかサイレンとかもあるし、あそこに多分なんか悪いやつが入ってきたらすぐ通報するんでしょうね。なんかグラセフわかりますよ。なんか高校生の時とか、はい、ちょっとやったりした時になんかこういうとこから入るんじゃん。あ、なんかこうジャンプしてさそんな感じだよね。あ、なんか入るとすぐなんかこう警報が鳴り始めるね。そう出るか警備員をこうやって、ね、いやまさかこう見るとは思わないね。でもこんな空港のすぐ脇にローソンがあるんですね。本当だね。面白いな。いや今ね、教えてもらって調べてもらってるのは私がそのまま受け売りなんですけど、この地区は天神峰地区というらしいんですね。さっき見た農家の方が掲げている農地取り上げ許さない、強制就業実力、実力そうなんだっけ、まあ、それ実力阻止かとかね、そういうのありますけど、空港のここが天神峰地区だって言うんですけど、どう見ても空港敷地に見えますけどね。そのギリギリの際を占めているように思います。人口は今現在で2人なんだそうですね。郵便番号はこの2人だけが使える 286-0102。 すごいね。今私このローソンの成田天神峰店にいるんですけど、まあ、それから成田空港とさっきの農家の方のお家しかない、まあ、そのような地区なんですね。かつては植木センターとかそういうものがあったけれど、まあ、多分どっかに移転したんでしょうね。あの後でちょっとタクシーに乗ってね、またうまいことそのタクシーの運転手さんがなぜかまあ、これは会社とかがどこも行ってないからなんですけど、運賃を負けてくれたんですよ。そんなことあんのかと思ったんですけど、それでね、タクシーに乗ってまた第二ビルまで帰ってきました。この後の他に行ってみたいところができたので、予定の関係で大急ぎで帰りはねパッと戻ってきてしまったわけですが、それでね運転手さんからまたお話聞いたんですけど、さっきこの中にらっきょうとか売ってるのあるんですかねとか聞いたやつは、なんか商店があるって言ってましたね。商店と、あとなんかもう一個なんか言ってませんでしたっけ。なんだろう、あ、そうそう、人の家なんで、あとなんか今でも活動とかするときに、そうだ、集会をね、しないように。